私は月の国のものなのです。今度の十五夜、満月の夜に月から迎えが来ます。私はその迎えとともに月の国へ帰らなくてはなりません。おじいさんとおばあさんは大層驚いて、都の帝に姫を守ってくれるよう頼みました。ついに十五夜の日がやってきました。